ララさんプラス R の人をお送りせにゃならんのですね。ちょっと覗くだけ覗いてみようか。卵、卵。はい、じゃあ、これじ、あの、次回やりましょうね。あはのい、今回さ、これで。むか、うわ、うねうねしてる。やべえよ、これ。マジだよ、マジ。マジかよ、ちょっと。卵、こんなでかいんですか？ちょっと、だって、1、2、3、4、5、6個ぐらいあるよね、これ。やばいって。え？あのさ、出てくる前に破壊できるって昔コメントあったの気のせいかな？ほら！ダメだ。狙わない？ダメか。あ、じゃあ何これ？一匹ずつ。はい、駆逐していかないといけない感じ？ちょっと、いろいろちょっと都合つけてくれな、あんたも。いろいろね、制約を無視するのはね、よくないっすよ。一匹だけか？ん？あそこになんか羽っぽいのがあるな。まあ、じきに出てくるね。これね、あと、このアブもやべえ、もう15分経ってるよ。じゃ、今回から進まねえぞ。あ、でもなんか、あと何ステージとかっつってたもんな。1、2、よいしょ。無理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 。バカでしょ。よいしょ。ちょ、待って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 。あー、ちょっと。当たり判定素晴らしい。重要なものはないわ。そうですか。じゃあ、こんにちは、こんばんは。おはようございます。あ、カメラを動かすとララさんの動きも止まっちゃうのか。そうか。はい、じゃあ、トゥームレイダーアニバーサリーやっていきますね。よろしくお願いします。ちょっとコメントを待とうかと思って、1日置いたっていうのもあるし、R が人としての限界に挑んだところもあったし、いや、ごめん、なんでもない。やります。じゃあ、コメントありがとうございます。誰だ？誰のこと言っているんだ？みんな。俺全然わかんねえぞ。アダム？アダム？それとも、アダチユニかな？それとも、アディダスの人？もしくは、アドン？ わかんねえぞ。わかんねえし。待ってよ、俺。ちょっと俺、ここ。お、マジかよ。冗談きついな、このゲーム。ああ、やめろ。ああ、50口径、やっぱ、ああ、拾えたんだ。全然わかんなかったんだけど、マジでわかんなかったんだよ。やめろ、やめろ。いやー、来るんじゃねえ。次。よし。爆発はしないこと、R との約束だ。まあ、これ帰りも、うっそん、やだ。R ちゃん、やだよ。おら、おら、あぶねえ。こっちも？こっちもなの？ん？ん？なんだこれ？これ、だって、これ人と人と、ああ、これダメだよ。人としての尊厳を全く無視された。崖。出る。よし。で。ああ、なるほどね。おっと。おら、おら。3発。よし。アルトの約束だ。ほっ、よっ、よいしょ、オッケー、こっちの方が多少楽ではあったかね。穴がないだけ。うん？なんだい？ん？なんだい？おおおおおお、え、なに？え、あら、あら？いいのかい？なにこれ？ダストシュート？あ、ちょっと待って。 なぜ殺したし、俺を。ちょっと、なるべくカットをしない、垂れ流し
動画に分け合ってしたいので、ここも喋ろう。他にコメントは特にないかな。そう、まあある不注意だからさ、ねえ、ごめんね。違うんだ、違う、そこは、そこはさ、やっつけたことにしようよ。ねえ、どうなの今の、よくないよね。で、何これ、どっかにグラップルがあるんだ。あるからなんだっつうの。ちょっと落ち着こうか。おお、しまった。ちょっと、うわあ、もう俺ガッとしないからね。そう、誰のこと。あの、スミスじゃない、ナトラはいいんだよ。ナトラはいいけど、え、誰のことを言ってるの、全然思い出せないんだけど。いたっけ、なんか超巨大怪物とかいたっけ。え、それとも人間。いや、人間はみんなね。あ、わかったって、やめようぜ。おい、耐えるな耐えるな。よし、ちょ、落ち着いていこう、油断せずいこう。と言ってもね、速攻で不注意がね、R を襲うわけなんだが。何これ、ちょっとこっち奥行こうぜ、奥よっ。え、あ、そういうことか。あ、まあいいか。ほい、じゃあ行くよ。あ、ここでチェックポイントなんだからさ、これで、これで降りれんだよ。おっ、よっ、おら、そーい、あっぶね。なんで今の。うん、で、はしご、てっ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 て。おっ、なんだいこれは、暗黒の兜か。死の首飾り。え、死ぬんじゃないのこれ。この神聖なる黄金の首飾りは、アトランティスの、なんだこれは、祭祀祭判官。何？あ、祭祀裁判官たちが、アトランティスの神々に対する犯罪を犯した者を裁く際に身につけられた。君主に対する罪は死を。死をもって裁かれるため、この首飾りは死のシンボルとして広く知られるのだ。あ、なるほどね。これ来たお兄さんが出てきたら死ぬしかないと。そういうことですね。そういうことですね、ララさん。ここはただの控えの間だわ。死ぬ間際の控えの間ってこと？笑えないんですよ。じゃあ、ショット、あ、待って。これリロ中の R は一発が、ね、一発がね、死につながることを知っているからな。おっ！お、三つのシオンのかけらが、パーフェクトシオンになって、ああ、ゼノシリーズ面白いらしいですね。いつかやりたいな。あ、この肉兵器官ね。肉兵器官ほぼないけどね。よくここまで来たわね、ララ。うわ、あとは落ちるしかないけど。あ、羽。え、もう弾ないよ。アトランティス軍を復活させるのね。このピラミッドが生み落とすのは何も兵隊だけじゃない。シオンの力で私の望むあらゆるものを想像できるのよ。一体何を望んでいるの。3人いてこそ統治できる。ティホカンとクワロペックのせいでセブンスエイジの到来を邪魔した敵は倒せなかった。でもあなたには私の横に座るだけの力がある。永遠の命には対価がつきもの。夢が叶うなら犠牲が出ても仕方がないでしょ。どうかしてるわ。これがあなたの探していたものよ。あなたの追い求めた答えがシオンの中にある。これまでの人生があなたをここへ導いたの。ここがあなたのいるべき場所なのよ、ララ。これは宿命よ。ごめんなさい、父さん。やめろ！
はい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 、お願いします、お願いします。あいつを足場から落とす方法を見つけないと。足場ってここのこと？こいつ誰だよこれこんなんと戦ったっけ。トゥーム、3でバケモンと戦ったの、エイリアンと戦ったの覚えてないけど、こいつ誰だよ、お前は誰だよえ、ナトラさ、落っこっちゃったけどいいの、あれ別に俺はあの一切構わないんだけどねえ、ナトラさんあんまり美しくないんだよな。なんだったらね、ララさんの方がね美しいですからね。そのこのそれに関してはやめろやめろ、まだ攻撃ある、やめろ。遊びはこれからだ。行くぜ。お、まずレイジか。レイジをレほっ、レイ、あ怒ってた、やべ。あ、よかったよかった、うぃ。何これ何これ、ほっ、おら、食らわない、食らってない、あ、食らってないんだけど、なんか落としたそうだな、落としたそうっていうか、あ、でもダメージ入ってるな、ダメージは入ってるでしょ。ほっ、うら、何でダメージ入ってるんだこれ。手だな。あ、痛いか、痛かろう。波紋の力は痛一切入ってないけど痛かろうが。あ、なるほどなるほど、分かった分かった分かった。ほーらーおーらーおーらー、あ、そっちじゃない、そっちじゃない、いった、え、違う違う、そこじゃないんだよ、手でしょ、手を打つがいいでしょ、こっち行くか。ほっ、おーらー、手を打ちたい、手を打ちたい、あ、なるほど、ここだ、ここ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 で、ほーれー、でこれだよ、これなんだよ、これ入ってないですね、あんまり入ってないな。おっと、お上手、ほっ、おーらー、で手だよ、手、うわー、ほえ、ほれで飛んで、ほーら、あー、危ない、あー、飛ばしてくるね、なんとなくだな、でもまだなんとなくなんだよな。お、おーらー、で、打ちたい、あ、そっち、あ、どうしてもそっち打ちたいのね、どうしても右手を、あ、びっくりした、びっくりした、そのエフェクト怖いんだよね、俺がなんかぐちゃぐちゃにされたねえよ、ぐちゃぐちゃにされてる恐れがあるからな、このゲームは。気づいたら俺がぐちゃぐちゃになってるっていう。おっ、ほら、コロ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 、おお、お尻、ああ、これも何度かレイジをさせないといけないのか、これめんどくせえ、俺、ほーれーで転がして、ダメージ入ってるよね、ある程度、どこで入ってるのかよくわかんないけど、ほう、落ちるなよ、よし、で、ここで、ここここここ、これで、これで、あー、違うんだ、これで入ってねえな、あ、落ちた、あら、蓄積ダメージみたいなのがあったのかな楽勝だぜ。このゲームもあれだな、なんとかの方向と同じで雑魚敵の方が強いってやつだな。雑魚敵あれ 6体ぐらいね同時に出したら多分勝てないよ、一生勝てないかもしんないもん。オララさん、感想は？ここだいぶガタが来てるわね。ありがとうございます。じゃあこれでもう逃げ出して終わりかな、この、うん、
え、遠くね、遠くね、その一歩が、そう、あー、分かっちゃいたけど、時間制限はないようだが、やめようぜー、ゲッ、おいおい、何分？14分でしょ？お、お、お、画面が変わった。なんか町並みですか？この鉄パイプ感が。船か港かね、水上公園か。そんなような美しさを醸し出しているぞ。ちょっとやめようぜ。これ20。あれ？弾こんな少なくねえだろ。弾32発くらいあったろ。そんな使っちゃった？まあいいや、使っちゃったんなら許そう。ちょっとやめよう。やめようよ、ほんとに。あ、そうだ。じゃあ、他のコメント。トゥームレーダー3のコメントだったんですけど、まあ、最近いただいてて、これ見てるかどうかちょっとわかんないんだけど、ね、名前は言わないけどさ、ありがとうございます。変身もね、基本的に変身していくスタイルなんですよ。それこそ、あのね、きついな、このゲームは。基本的にそう返すんですよ。そんなにね、コメントいただかないから。いただかないから返せるっていうね。数少ないコメントだから返せるっていうのが、あるかな。まあ、それがそれ、ね、好評いただいてるっていうのもあるんだけどね。これがね、これが20コメントぐらいついてみ？無理だよ。ね、ほら、パート1とか2とかね、最終回とか、いただく、待て。いっかー、ちょっとなんだ。なにこのゲームは。どうしよう。ね。右のレバーも気になるんだけどね。ね、そのたまにさ、しこたまつくぐらいだったら全然いいんだけど、20発でいけるかな？いけるとは思うんだけど、20発いけるかな？お！で、構えて！ちょっ！これ、何これ？あれか？捕まらないでいけるのかな？捕まらないで、いけんのかな？ごめん、二度も言っちゃった。あ、そう。アクションね。車輪、大車輪。なんか、もっと、動けるらしいよね。ちょっとさ、これ。まあ、いいや、もう、余計なこと言うのやめよう。なんか、動けるらしいんだよね。車輪しながら、すぐ回転。R がやった、中央で、一回転するんじゃなくて、一回転つか、方向転換するんじゃなくて、回りながら、回りながらなのかな、なんか特別な回転がね、できるらしかったんだけど、ここは、あ、でもここ2回転はできないんだ。うん、食らわないよね。それは分かったんだよ。どうする？こう、こう、あっ、うっ、あっぶねー。はい、ちょっ、うわっ、掴もうよ、もうやめてくれ、許してくれ、俺を俺とララさんを許してくれ。なんで掴まないし、絶対あれだろ、これ掴めないんでしょ、掴む判定がなくて、もっと台座を引き寄せて、まあ回転するなりなんなりするで、生き残るってやつでしょ。これ許されないよ、このゲーム、本当に。これね、融通が効かなすぎるんだよね。
ゲーム作った人がね、作った人の決めた通りにしか動、何？キャラクターが動かないなんていうのはね、おかしいんだよね。普段できることができなくなるっていうのはね、許されないよ、ね、本当に。よし、いいんじゃないの、ここさ、グラップル用意するだけで、まあ実際掴めるかもしんないけどね、こっちが掴めてあっちが掴めないなんてね、ありえねえからな、本当に。お、戻ってる戻ってる、普通に掴めたしね、すいません、作った人ごめんなさい、調子こいてすいませんでした。まだ出るでしょう、まだあと5体ぐらい出るでしょう。ほらーもう、あーもう出ちゃいけない方のやつが来てんじゃねえかよ。2、3、4、OK、 よし、あと8発か。これはまだなんかいろいろやりそうだな。20発じゃダメだ。何？え？まだ、まだだって、まだ謎解きさせんの？これ最終回じゃないの？違うの？どうやら違うらしいな。もう20分だしな。一旦やめるぞ、これ。で、そこが閉まって、まあ、そこが開くが、敵がまあ出るよね。そうだよね。まあ出るよね。1、2、3、よし。一体ずつだったらね、いや、あのね、あの足場がないとこでね、ボンボコボンボコ出すの、あれ卑怯だよ、本当に。あれやべえだろって考えたやつ。あれはね、ちょっと、お前本当にテストプレイしたのかって問いたくなるよね。相当練習したろっていう。じゃなきゃ絶対クリアできねえ、あんなとこ。これどうすんだ？なんか言うことある？この部屋と次の部屋とはいくつかの道でつながってる。なんかあのあれだな、日本語訳、英語をそのまま日本語訳しましたみたいな感じだな。あ、そうそう、グラップルはあのレジェンドだと、あ、はい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 、1、2、3、え、動かない、あ、しまった、無敵判定だったから今。ごめん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 。はい、1、離せ離せ、掴むんじゃない。1、2、3。あ、うん？やったか？相打ちか。もうね、メリパックはクソいっぱいあるからね。弾はないけど、ゴミの数ほどあるからね。まあ任せてくれよ。むむ。あ、届かない。いや、でもここに来てショットガン。来てるね、俺のためのゲームだな、このドゥームレイダーアニバーサリーは。散々ね、文句言ってきたけど、ショットガンをこう使わせてくれるっていうところだけは非常にね、嬉しいゲーム。なんだこれは。ここは水中に潜る必要がありそうね。こっちは、はあ、大丈夫か、これマグマの隣にある水って何、これ温泉じゃねえの。水中に即死モンスターを出してこないあたりは非常にね、優しいよね、許された感があるよね。これさ、頼むよ、時間制限はやめてくれ、敵は出していいから時間制限はやめよう。あれ、ここには登るからな、やら。ああ、出てこない。ここには来れない設定なのか。うんふん。おお、その動きをね、いつもしてほしいんだよ。その動きをいつもしてほしいんだよ。何度でも言うぜ。で、それやったらなんだっつうの？一旦戻るか。ほっ！ 1！ あ、羽じゃないのか。じゃあ、しょうがねえな。よっと。
レバーは？あ、これだけか。それだけで潜る必要あったのか、俺。俺っていうか、うららさんは。ここは？おっと？ん？なんだ？ん？なんだ？俺の悪い癖は、なんだこれは。ちょっと待ってね。やった後動けないじゃ困るから。こうやって、そうだね。なに？おすごい。あ、なるほど。やり方は分かった。が、まあ、どう考えたって。今なの？あれかな？ウージー、あの、ショットガンと一緒で飛距離があんのかな？どうしよっかな、これ。何をしたら出てくるかによるよな。ほっ！つかもうよ。いや、俺喋るからね。今のところは？何？普通に。あれかな？俺回転したからかな？あのね、このゲーム回転ジャンプすると、はい。え、どっからこれ？え、待って。なんで？え、なんで？どうして？どうなってんのこれ？おい、これ死ねないじゃねえかよ。簡単に死ねない体になったじゃねえかよ。楽には死ねんか。え、これどっから？あ、これ出てない。え、うわぁ、めんどくさい、これ。ちょっと。ここ上から、あ、じゃないな。これ多分回転したのが悪いんだな、これ。ごめん、俺わかんねえわ、これ。ちょっと。どうする？ 26 分か。30分くらいまでやろうかな。あの、羽の方がね、HP が低いんだよね。だから至近距離でウージー当てれば、いいんだよね、これ。1、2、3、これ動かない？あ、動いてるか、ちゃんと。離せ。離してもらって、その間、いや、おらー！いた！なんで生きてんの？どうしよっかな。動かないな。ここは？違うね。ここからは行けないのか？あれかな？このまたマニュアルグラブ特有の動かないやつかな？それとも潜ればいいのかな？で、撃つと。で、そうするとまた敵が出てくるのかな？ああ、いっぺんに出ちゃう判定になってるんだ。ああ、出ちゃう判定になってなかったね。まあ、とりあえずいいや。そうだね。とりあえずここ解除して。あ、やべえな。これ解除するとまた敵出るんじゃねえの？やっちゃったな、これ。やっちゃったな、これ。敵は？どこ？やめよう。打ち込むのはやめよう。やめろ、これ。つかむな。うわっ！これさ、ほん、うわっ！ちょっとダメージ高すぎね？おぉ！やったか？よし。まあ、あと R といえば、相打ち、まあ、上等っていうのはちょっと、覚えていただくといいですかね。結構相打ち好きなんですよね。あー、マジか。二つの部屋はいくつかの、はい。俺やだ、ここ。え、どっからこれ。え、なんで掴まないの？
辺距離足りないの？どうすりゃいいんだっけこれ。なんか飛び方がね、5つぐらいあったんだっけ。これがここまで。あー走った方がいいかな。飛ぶな、走った方が伸びるな。で、こう掴むとね、まあ、ブレーキングね、ブレーキがかかるんで、あー同じだな。だったらこれ押しながら飛んだ方が、まあ、安牌っちゃ安牌か。押しながら飛んでみるか、ちょっとこれ。うん、ここまでやったら、あ、そうだよ、これ押しながらだよ。見えたぞ、このゲーム。よし、間に合った、危ねえ。生まれてこない、マジか。今戦わないぜ。別に、行っていいなら。お？お？出れる？出れるよね。あ、待って。アイテムを俺見逃さないぜ。あれ？まだなんかすんの俺。あ、なんか金網落としたか俺。てかチェックポイントあった？チェックポイントないと、俺また誰どこ？なんで？ララさん超能力かな？フォース覚えた？ね、片手でショットガン操りながらフォースの力でバラバラにしたのか。俺ね、あのスターフォースは見ない、全然見ないんだけど、あの、あ、ここは取った判定になってんだ。あの人かっこいいよね、あのカイロレンさん。あの格好もね、暗黒感あるし、暗黒感っていうか、あの人ね、基本ダークサイド系だからね。R ダークサイドも全然ありやからな。あ、ここに乗るのか。チェックポイントあった？なかったよね。よし、来た。よし、やめようかな。もうやめていいかな、今日は。はい、知ってた。はい。チェックポイント、くれない。で、ここで、あそこが開く？ん？え、なんで？なんでっていうのもあれだけど。そこってどこ？え、なんでこっちが開いたの？あー、そこに、あー、やらせてくるね。もうゴールしてもいいよね。あ、32分。やめようぜ。あ、別にいいか、ここでやめても。チェックポイント入ってね。チェックポイント入ったにもかかわらず、また向こうからね、やらせてきたら俺は切れるよ。じゃあ次回が最終回になるのかな？なるといいね。あ、まあお話は最終回で、まだクロフト邸でね、遊んでないんで、まああと2、3パートは遊ぶかもしれないけどね。近況とかを、あ、今後のゲームとか話しながらね、やると思うんで、あ、ちょっと待って、進んでチェックポイントに入れば、あれ？違うじゃない。え、どこ？ん？あ、待って、俺また無駄なことしてるな。匂いでわかる。ところで俺はやったことはないんだけど、なんだっけ、ジャンプで移動した方が早いゲーム、 あれはなんか多数プレイなのかな。悪魔城の、これ落とすとまずいのかな。まずいよね多分。ん？ララさん、なんか、この部屋と次の、あ、分かった。これ向こうに持ってくんだ。どうした？これ自分で引くんでしょこれ。で、どうした。いや、諦めんなよ、ね。敵が出てくる可能性がね。うん、なんだ、そう、こっちじゃないの。お、違う。何、どこだこれ。まあいいや。え、ここに入んじゃないの俺。水の中からか。
あ、違う。可能性的にはお水の中だよね、多分。ここから出口がないと。な、あれ？なんかあるか？え、ここで一回さ、プハーさせる意味は何なの？特にわからんな。35分。やめようか。一回。で、まあ、もう一回ね、改めてプレイ してみれば、ね、すぐ、解決するような気がするんだよね。とりあえず、これ、この子がちょっと、この子の使い道が、わかんなかったな。まあ、下手にね、落っことして、済ませるわけにも、いかないんで、多分どこかから、飛ぶのかな、とは思うんだけどね。この辺から、そうだね、ここだね。よし、OKOK。あっぶね。食らった？あ、わかんねえな。いいや。じゃあ一旦ここで終わりにします。次回またよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。